不思議な体験その81、雨の砂場。ガキの頃によく見ていた景色。おいらの家の近所には以前お話ししたようにいくつか公園があるんですね。特に一番近いところにある公園はこじんまりとした公園ですが、おいらは割と好みでよく通って遊んでおりました。そこでおいらがよくやっていたことは、滑り台の上から周囲の景色を眺めるということでして、せっかく公園に来て運動しとらんのかいってなもんですが、運動は友達といる時に散々しまくっていたので、一人でいる時は比較的このようにまったりとしていることが多かったです。ある日、オイラはいつものように滑り台の上にいると、小雨がパラパラと降ってきたんですね。あらら、雨宿りと思ったのですが、いつも雨宿りしている向こうの屋根のあるベンチのところ、そこには自転車に乗ったなんだか少し柄の悪そうなお兄さんたちがおりまして、仕方なくオイラは滑り台の上にずっと座っておりまして、滑り台自体、キリンの首が上にあるおかげで一応雨をしのぐことはできるわけです。結構本降りっぽくなり、ザーッと音が鳴る中、オイラは一人滑り台に座ったままぼんやりと、水煙で辺りがぼんやりと煙っていた頃、ふと滑り台の下の小さな砂場に人がいるのに気づいたんですね。すらっとした長いスカートを履いた女性。雨の中、傘もささずに、その女性は砂場にしゃがみ込み、手に持った小さな緑色のプラスチックのスコップで、土の表面をザッザッと払うようにしていたんですわ。雨の中何やっとんのやろうと思ったおいらは、その光景をじーっと見ておりまして、おそらく10分ぐらい、感覚的にはもっといたように思ったんですが、おそらくそれぐらい経った頃、その人は土の中から小石を一つ取り上げて、ようやく立ち上がり、スコップを持ったまま手で腰をトントン。若い人でした。雨の中、長い髪も濡れて顔にくっついたまま。軽く首を左右に振ると、さっきから気づいていた風にちらりとオイラを見たようでした。石ころ探してたんかな、雨の中。奇妙な光景でしたが、別に怖いとかもなく、オイラはその女性がそのままテクテクと公園を出ていく姿を見送っておりまして、後日その日は晴れ、オイラはまた一人公園におりまして、その時期ちょうど近所の友達連中は人生ゲーム系のボードゲームにはまっており、その持ち主の家にみんなして入り浸っていたんです。がどうもそういうゲームに触手が伸びなかったオイラは、必然的に一人で遊んでいたんですわ。滑り台の上に登り、そこから滑らずによじよじとキリンの胴体を乗り越え、ぴょんと下に飛び降りる。高さにしてみて、たかだか2メートルちょいぐらいだと思うんですが、子供にしてみればその高さは結構なものでして、ちょっとしたスリルを味わう遊びだったわけです。それを何度か繰り返していた時、ふと気づくと雨が降ってきておりました。ついさっきまで青い空が出ていたのに、今はすっかり曇っておりまして、ベンチベンチとオイラはそこで立ち止まりました。ベンチの下、先日のお兄さんたちがまた先日と同様にそこに自転車を止め、お兄さんたちが雨宿りをしているのです。オイラはまた滑り台の上に登り、一人雨宿り。さーっと雨が降る中、滑り台のキリンのペンキが剥がれている部分を指でカリカリと削ったりしていた時、サクッサクッ
砂場にまたあの女性が。先日と同様の光景でした。同じ女性がまた砂をさらうようにしてスコップで描いていたんですね。何やってるんやろう。先日と同様のことを繰り返すその女性にちょっと興味が出てきたオイラはつつーっと滑り台を滑ると、それとなく何掘ってんのと、すると雨の中濡れるのも構わずサクッサクッと砂を払っていた女性は少し横に首を向けオイラを見ると、落とし物したんよと。オイラは探したろかと言うと、女性はにっこりと笑い、うん、じゃあ頼もうかなと。そして指でこう小さく輪っかを作ると、これくらいのな指輪のおもちゃやねんと。なるほど、先日見た石ころみたいのはその指輪。え？オイラはこの間なんか拾ってたやんと聞いたんですね。が女性は、ん？そうかなとよくわからない返事。まあいいやって感じで、オイラは手でザックザック、女性はスコップでサクサク、少しして、あったわと。それはやはり先日石ころだと思っていたグレーっぽい指輪のおもちゃなんですね。ありがとな。女性はそう言うと立ち上がり、また先日と同様に公園から出て行ってしまいまして、次の日公園に出かけていたオイラはブランコに乗ってまして、当時のオイラの中で流行っていたブランコの遊びは石取りという遊びでして、二人隣同士のブランコに乗り、地面に引いた相手の陣地に石を置き、交代でブランコから落ちないように漕ぎつつ石を拾ってまた相手の陣地に置くっていうのがありまして、オイラその練習をしていたんですね。その時地面に何かを発見。ブランコに乗ったままそれを拾い上げると、先日の女性が拾ったあのおもちゃの指輪でした。どういうこっちゃと思いながら、とりあえずそれをポケットに。その時おかしなことに気づいたわけですわ。地面が濡れていない。公園は土ですから、前日に降った雨がきれいに乾くなんて、まあまずありえないわけです。ところが地面のどこを見てもサラサラ。これといって濡れているところなんて一つもないんですよ。それは砂場も同様でした。砂場は比較的水はけが良いところですから乾きやすくはあるのですが、あれだけ結構降っていた雨がここまできれいに乾くことなんてありえないわけで、まるで前日の雨はなかったことのように、おかしいなぁと思いながら公園の中をうろうろしまして、以前も書いたと思うのですが、その公園は小さな墓地と隣接しているんですね。かなり以前の日記で書いた輪っかのついた団子って日記で書いた団子っつう黒猫を埋めている墓地、その墓地の地面も墓石も全然濡れておらず、とある墓石の前にあるものを見つけました。スコップ、緑色のスコップとバケツが墓石の前に置かれていました。子供心に、ああきっと指輪をずっと探し続けてたんだと、とりあえずそのバケツの中におもちゃの指輪を入れておきまして、それからというもの滑り台に登っていても二度と雨の日あの女性に会うことはなくなりました。